函館市交通局9600系電車は2007年3月20日に営業運転を開始した函館市交通局の路面電車車両である愛称ハラックル号。北海道初の超低床系電車であり札幌市電の A1200 系電車に先んじて導入した超低床車,車でもある。函館市交通局では初の全面低床車,車。アルナ車両が開発した リトルダンサーシリーズの一つで、同シリーズでは、初の2車体連接型の車両、タイプ C2 である。函館市交通局では2002年に、在来車の機器流用更新で、部分定唱構造の8100系1両を先行製作したが、部分定唱構造には、実用面での問題があったため、これに続く、本形式は2車体連接の新造車となった。なお、交通局では、 本車両を純国産発の2連接電車としている。床面高さが最低3 6 0ト、mm、ルの低床ノンステップ構造となっていて、補助スロープによって車椅子での乗降が可能である。座席は運転席右後部が進行方向を向いた二人掛けのシートになっている他は、大半がロングシートとなっていて、乗車口近くの一部の座席を跳ね上げてから専用の ベルトを使うことで2台の車椅子を固定することができる。車両の塗装は冬をイメージしたスノーホワイトをベースに函館山から見た夕暮れへ移ろうとする夜景と港町、函館をイメージするイブニングブルーパープルを窓周りにあしらっている。扉は各車体に前扉と中扉が一つずつあり、前扉折り戸、中扉引き戸となっている。前面の行き先、 系統表示器は9603号まではオレンジ一色であったが9604号はフルカラーとなった。車内の案内表示には液晶ディスプレイが採用されている。液晶ディスプレイは次の駅や運賃などの一般的な案内が行われる。種類は車両によって違い、9601号、9602号は比率4、3タイプのディスプレイ。 9603号は比率16、旧タイプのディスプレイ。9604号は 9600K 以外の車両に使われているものと同じ形式の二面液晶ディスプレイタイプ運賃表示器が使われている。ディスプレイは映像ソフトの上映が可能なことから、9601号でディスプレイを利用した映画の上映イベントが行われたことがあった。運転室機器は 通販ドル式のものが使用されている。2007年に9601号がアルナ車両で製造された。函館搬入後、2007年1月31日に駒ヶ車湖で報道公開された。2010年3月1日に9602号が函館に搬入され、2010年3月24日から運行を開始した。 2013年12月9日に9603号が搬入され、2014年1月24日から運行を開始した。函館市交通事業経営計画において、2013年度の他に2017年度にも超低床電車を一両購入する内容が盛り込まれており、2018年2月9日に4両目となる9604号が導入された。 今後においても、さらに本形式が4年ごとに増備される方針である。低床電車が運行される時刻は固定されており、等形式、または8100型が運行することとなっており、各停留場の時刻表にも表記されていた。しかし、2020年4月29日から、新型コロナウイルス感染症の影響による利用減少に伴う特別ダイヤで運行しているため、 低小電車の運行時刻は、用問い合わせとなっている。2013年6月29日から翌日にかけて、函館の路面電車開通100周年の記念行事で9602号が530号、39号、723号、ハイ4号と共に一列になって、全線を練り歩くという、電車代更新に参加した。また翌日の始発電車前にも、同様の、 モーニング電車代更新も行われたが、9602はこの時は参加しなかった。なおこの時9602には、函館市電100周年記念の巨大なステッカーが貼られた。9601号9602号。ありがとうございます。